今日のエフォートチャンネルはですね、ここはユニオンゲートグループさんのですね、ブリーフィングを取り扱っている会社のですね、素敵な一室からお届けしたいと思います。で、今日僕の前に座ってらっしゃる方はですね、ブリーフィングゴルフを担当している吉田さんです。よろしくお願いします。はい、今日はあの吉田さんにですね、何個か質問事項がありまして、はい、まずそのブリーフィング、まあ、直訳すると簡単な報告とか、うん、そういう意味合いだと思うんですけれども、このブランドのまずネーミングはどっから？そうですね、ブランド自体がもう23年、はい、再来年25周年なんですけど、はいはい、まあ、そのぐらいになってくるんで、なんかいろんな逸話が生まれてしまって、うん、ある一説によると、まあ、社長の中川とデザイナーの小雀、はいはい、まあ、この2名が、はい、あのアメリカで軍事工場でカバンを作るっていうミーティングをしてる時に、はいはい、なんかこれって作戦会議だよねみたいな、それでブリーフィングみたいな言葉を向こうの工場の方が言って、その語呂いいねみたいなところからブリーフィングっていうのが生まれたとは聞いていますね。そういうことなんですね。はい、あ、企画は日本なんですよね。そうですね、あのそもそも企画は日本で、はい、あの最初のカバン、まあ、ラゲッジの方は要するに日本人の必要とする機能をアメリカの工場で作ったらどうなるんだみたいな、要するにアメリカのカバンってやっぱりこう機能がなくて、あ、ミルスペックだったりで丈夫だったりっていうのはあの元々あるんですけど、うん、やっぱそのビジネスに合わせた機能美、うん、機能性みたいなものはなかったので、そこをこう日本人がデザインして彼らに作ってもらったらどうなるのかみたいなところが出発ですね。その当時バリスティックナイロンっていうと、はい、こう厚手のしっかりした光沢感もある、うん、はい、あの生地が僕はなんか すごくいいなと思ったんですね。はいはい、ずっとこの20何年間始まりから、うん、もう本当にその素材のみを使い続けて、うん、その USA の、はい、あのラゲッジを作ってきたの で、はいはい、でその素材に対してはなんか僕らも結構思い入れがありますし、うん、こうブランド代表する、はい、うん、素材にはなるかなと思いますね。もともとがなんかこう防弾チョッキに使われてるとか、うん、実際のこう軍で採用されてるみたいなところがやっぱりうちのブリーフィングのこうイメージと合わさってそういうブランディングが作られてきたのかなと思ってます。なるほどね。はい、まずはバゲッジのブランドからスタートして、そこからゴルフに参入するっていう何年ぐらい前？2017年になるんで、はい、まあ、4年前ですかね。はははは、はい、その前までは7年8年ぐらい前から、うん、キャディバッグなんかは、はい、あの作り始めてたんですけれども、はいはい、そのウェアも含めてトータルで、うん、ゴルフをっていうところは、はい、その2017年秋冬からですね。あ、なるほど、なるほど。はい、最初はサンマウンテン。あ、そうですね、はい、あの最初のこう数年間っていうのは、うね、はい、ずっとサンマウンテンさんで作っていただいてて、はい、やっぱり自分たちもこう作るノウハウだったりっていうのがなかったので、うん、そこは結構こう僕らの作りたい思いを伝えて、うん、当時は作ってもらってました。吉田さんがそのブリーフィングゴルフにかける一番のコンセプト作りっていうのはどこから？はい、そうですね、はい、まあ、コンセプトというか、うん、始まりはまあ結構弊社代表の中川がやっぱりゴルフにハマっていて、まあそこからやっぱり着たいものがないとか、まあ持ちたいあのカバンがないとか、もっとかっこいいものを作ってみたいみたいなところから始まってるんですけど、うちのブリーフィングのゴルフのやっぱ一つのコンセプトっていうのはアーバンゴルフっていうコンセプトを事業の立ち上げからずっと掲げていて、普段でもゴルフウェア着れますよとかではなくて、どちらかというとそのゴルフのシーン一日を包括的にゴルフウェアだったり、うん、そのカバンだったりっていうので、うん、こうサポートしていけないかなみたいな、うん、はい、なんかそういうイメージを持って、うん、あのアーバンゴルフ都市と、まあ、フィールドをつないでいくみたいな、うん、なんかそういうブリッジコンセプトをなんかちょっと掲げさせてもらってますね。うちで販売させていただいてて店頭にいた時に強く思ってたのは、うん、やっぱりその顧客の方がもう指名買いで来るわけですね。もう僕のイメージってブリーフィングのビジネスバッグ持ってる人の中からはなんかブリーフィングの小物しか出てこないっていう、あ、集めたくなっちゃうんです。あ、なんかそうですね、はい、なんか中毒性がありますよね。そうなんですよ。なんかそれがなんかこの、まあ、ウェービング、はい、レッドラインのテープだったり、はいはい、
多分そういうところ、うん、そのパーツ一つ一つのなんかこだわりみたいなのが集めたくなる、うん、なんか要因なのかなと思うんですけど、なんかね、はい、あとはやっぱり当時ゴルフショップであまりそのブリーフィングさん扱ってるゴルフショップあまりなくて、はい、置いてあるところがないっていうのが初期の頃は、うん、そうですね、はい、かなり見られたかなと思いますね。うちももともとがやっぱりゴルフ屋ではないので、うん、そもそもそんなにこうどこに展開していいかみたいな、あ、はい、逆になんかそこの分からなかった部分がちょっとこういい意味で進化化されたというか、なるほどなるほど、はい、そういうことですか。なんかそこがなんか希少性につながっちゃったんだなみたいなところはちょっと初期はありましたね。あ、そうかもしれないですね、はい、僕が思うブリーフィングとその他諸々の、まあ、バックメーカーでも大きな違いってやっぱりその素材の選び方だと思ってるんですね。例えばマーカーとか、あとはあのディボットフォークなんかでも、はいはい、ゴルファーをくすぐるような303ステンを使ってみたりとか、はい、そういうところが憎いなと思うんですけど。そうですね、ゴルフ始めたきっかけ自体がやっぱり自分たちが欲しいものがないだったり、うん、なんかもっとやっぱりこうかっこいいものも欲しいみたいな、うん、ところのこうマインドが大きかったんで、簡単な、まあ、小さいものを一つ作るにでも、うん、こだわりのある人だったらこんなものが欲しいみたいな、うんうんうん、そこはなんか常に考えて作るようになっているので、うん、かなりこうやっぱり時間はかかってしまうんですけど、あ、そうですね、なんでマーカー一つも業者さんお願いして、うん、マーカーよろしくって言えば上がってくるものもいっぱいあるんですけど、自分たちで削り出しができる工場を探して、うん、例えばダーツの先っぽの部分なんかを作ってる工場なんかに最初は行って、はい、それで削り出しできるみたいなところから、うん、あのマーカーって生まれてるんですけど。そうなんですか、はい、だってあのフォークなんかは先がやっぱり尖りすぎてしまうと服に刺さるとか、そうですね、あそこを丸めてこう加工できる技術がなかなかある工場さんがなくて、はいはい、だからそこを探した上でそういう商品が生まれてるとか、その一つの小さいものにもストーリーは常に持たせて商品展開をしていきたいなとは考えてますね。なるほどですね、はい、でも本当にあのブリーフィングいいですよね。ありがとうございます。でも僕らも本当その値段で言うと、うん、その、まあ、変な話ここまで高いキャディバッグ高いですよね高いですよね、うん、高い。なんでここまで売れるようになったなっていうのは、うん、なんか一つこうやっぱりこう僕らやっぱりラゲッジブランドなので、うん、そこのやっぱり作りだったり、うん、まあ、そのこだわりっていうのが認められてきたのかなというのはすごい嬉しく思いますね、うんうん、あとはレーザー距離計のスコープボックスを出されたじゃないですか、はいはい、もう本当にバカ売れして、はい、これこそがブリーフィングなんだなと思ったのは、うん、だいたいレーザー距離計ってパッケージがあるんです、はい、ちゃんと、はい、で意外とちゃんとしたのが、うん、付属されているのにもかかわらずですよ、あの大きさでいいお値段で、はい、それがね在庫なくなっちゃうぐらいまで売れちゃうっていう、はい、あれはすごかったですね。そうですね、ブランドとしてもあれが結構こう事業始めてからの割とこうスマッシュヒットというか、うん、あれバズりましたよね、はい、あれはそうですね、うん、うちも常に在庫がない状態が、うん、まあ、今でももう続いてますんで、常にそれこそ今セルフプレイが主流になってきて、よりこう距離計に対しての需要が増えてるっていうところで、まあ当時以上に今は売れ行きは好調ですね、うん、ただレーザー距離計を入れるだけのケースじゃなくて、そうですね、自然に上蓋部分が入れるだけでもプッてこう降りてくるみたいな、そういうところの気が利いてる感、うん、そこはやっぱりラゲージブランドで培ってきたノウハウなんですか。そうですね、一応その言われてたところがこの部分ですね、うんうん、そうですそうです、はい、このマグネットで、はい、開閉ができるっていう、うんうん、でこれももともとはその本当に開発当初普通のスナップだったんです。一番最初のサンプルはスナップとあとこのバックルで最初は作りました。ただ自分たちでフィールドで使った時に結局距離計についてくるポーチと何も変わらなかったんですね、はい、作ってみたら、はいはいはい、なんで、まあ、そのフィドロックっていうもともとがまあ、アメリカの会社が作ってる、そういったマグネットの、はい、パーツになるんですけれども、うん、まあ、その辺があることをこう知ってゴルフにこう使ってみようよみたいな
はい、ところからあの始まりがありますね。あとなんかその吉田さんの中でこれは すごく良かったよみたいなアイテムあったらちょっとご紹介してほしいんですけど。そうですね、今出てるものは全部結構推しのものしかないんですけど、うん、やっぱりうち代表するものっていうとやっぱそのキャディバッグ、うんうん、っていうところにはなるのかなと思うので、あ、はいはいはい、まあ、特に今こう置いてあるこの CR4 って言われる、ね、まあ、このスタンドキャディバッグ、はいはい、まあ、うちのやっぱり顔であり、そうですね、はい、僕のでやっぱこれがまあしっかりこうブランドの、はいはい、まあ、前面に出てくれることで、うん、なんかブリーフィングのゴルフっていうのが、はい、あの表現されてるのかなっていうのを、はい、思ってます。なるほどね、はい、これは元はサンマウンテンさんの OEM で、はい、そこからまあその、オリジナルに、うん、どの部分がどんな風に変わった部分ですか、はい、そうですね、はい、サンマウンテンさんからこのは CR1、CR2 っていうのがサンマウンテンモデル、はい、で今はもう廃盤となっていて、はいはいはい、でこの CR4 っていうスタンドを開発しようって言った時にやっぱ一つこだわったのは、うん、サンマウンテンさんはどうしてもやっぱアメリカ の、まあ学生さんたちが使うようなフィールドで使うっていうことを前提にしているので、うん、どうしてもこう日本で使うような車から降ろしてエントランスでキャディバッグ渡してみたいなシーンってないんですね。自分でゴルフ場に行って変な話それが自転車かもしれないですし、うんうん、まあ、車で行っても自分たちを降ろしてカート乗っけ て、まあ、担いでなのか、もう自分たちでこのキャディバッグを常に持つんですけど、日本のシーンだとどうしてもこう人に渡していくっていうことが発生するので、うん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 、なるほどなるほど、本当に簡単にこう一つこう立てた時に、うん、今ってはい、クラブ入れても倒れないんです、ね、はいはい、ただ三万点さん、そうなんです、そうなんです、は倒れるんです、そう、僕ねそこを自分の口から言いたかったんですけど、はいはい、そうなんですね三万点のはそうなんですよ、はい、ただそれは三万点さんの中では逆に言えば背負ってプレーする時にボールの近く行ったら、うん、逆に言えばすぐに足が出てほしいんですよね、っていうのが多分コンセプトの一つとしても、はいはいはい、それがゴルフの彼らの、うん、捉えるところのゴルフのシーンなんで、うん、はい、僕らはそこを逆に日本で使うんだとやっぱり背負って自分たちで、まあ、ラウンドすることはほぼないので、そこではない使いやすさみたいなのを、ね、まあ、最初言ったラゲッジを作る時のなんか日本人の必要な機能をアメリカ製に入れたみたいなところをこのキャディバッグになんか入れたっていう、なんかその思いをちょっと込めて作ったっていうのがありますね。なるほどね、はい、うん、あとはまあ変更点っていうのはもうほとんどパーツはもうほぼオリジナルに変わっているので、はい、うん、あの、そうですね、例えばこういう、ね、はい、ハンドルのブリーフィングとか、ね、ハンドルなんかもオリジナルでブリーフィングロゴ入りにしてますし、うん、はい、ここのタオルハンガーなんかもブリーフィングオリジナルで書いてあるプラス裏を見てもらうとデュラフレックスっていう、はい、刻印があると思うんですけれども、はいはい、ありますね、これもミリタリーの、プラパーツを作ってる、はい、会社さんなんですよ、はい、なんでこの刻印が入ることで、うん、まあ、変な話刻印がないものに比べると強度がより増しているとか、はい、なんかそういうこだわりを勝手に詰め込んでます、はい、ね、あとはこういったスタンドの足の部分っていうのは、うん、CR1-2 は曲がって修理の対応だったりっていうお依頼をいただいていたので、まあ、そういうのを解消するためにあえてこう平のスタンドに、はいはい、変えたりですね、まあ、こういったことなんかはこうどんどんこうお客さんの、うん、まあ、ネガティブなご意見だったりまあそのうちのやっぱりこう不良だったりを見た時にこう直していったらいいんじゃないかみたいな感じでアップデート、うん、常にしているので、この CR4 だけでも、うん、012なんで3回もうアップデートしているような感じになりますね、うんうんうん、なんでそういうふうにこうどん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 こう同じモデルであっても時代だったり、うん、そのニーズに合わせて変化させていくっていうのが、うんうん、うちのやるべきことかなと思って、うん、なるほどね、はい、うん、常になんかそういうことは考えながらやってますね、うん、はい、で今はなんでこのポケットなんかも昔はこれダブルであれ、はい、ファスナーだったんですけど、今やっぱりこう物が取り出しやすいようにということで、そうですね、はい、マグネットを採用したりですとか、まあ、このマグネットもやっぱりこうしっかりと形が作れるようになるまで結構こう時間がかかったというか、うん、はい、なるほどね、うん、
こういうところにはいろんなうちが契約してるプロの方だったりも、はいはい、まあ、使っていただいてのフィードバックもらったり、うん、そこをこういうところに反映させて作っています。あとバズったといえばここのフィードロックもこれもそうですね、はい、すごいですよね。フィードロックつながりで、はい、これが取れなくて上に、ね、フリップアップすれば簡単に取れる、はい、そうですね。フィードロックの特徴でそういう、はい、無方向でくっついていって一方向でしか出ていかないっていう特性をちょっと生かして作らせてもらいました、はい、このパターカバーもすごかったんじゃないですか。そうですね、だいぶ、まあ、もちろんピン型は通常であるんですけど、はい、まあ、このマレットにしてもセンターとベントと、うんうん、まあ、それこそ今だとハーフだったりなんかそういうところまでっていうのを出しているメーカーさんってなかなかなかったと思うので、なんかその辺はこうあえて売れるか売れないかっていうよりもなんかそのこだわりを前面にあえて出させてもらったっていうところがありますね。ブランドとしてはそのかっこいいだけじゃなくてより機能的であって、うん、そうですね、より耐久性があってみたいな、壊れてないけど買い替えたくなるみたいな、なんかそういうイメージでキャディバッグは常に作ってます、うん、はい、そうですね。あとはそのカラーリング、うんうん、カラーリングもすごくこう上手いなと思って、うん、そうですね、カラーは基本的にはそのラゲッジの方で今まで使ってきた色の組み合わせっていうのをあの主に使ってます。まあ、なんで代表的な色で言うと、まあ、黒かける赤みたいな色な、うんうんうん、になるんですけど、それプラスあのゴルフだとやっぱ外のスポーツではあるので、うん、こう爽やかなイメージを出したくて、うんうん、こういったネイビーかけホワイトとかこういう色をゴルフでは入れていってますね、うん、そうですね、はい、あのブリーフィングのイメージかっていうとそうじゃないですもんね、うん、そうですね、うん、この辺はあえてこうゴルフにブリーフィングを持っていったらこんな提案になりますよみたいな、うん、ところがちょっと強く出てる色目ですね、うん、今年の SS のコレクションの中で、はい、アクアっていう色、はい、あれがまためちゃめちゃ売れて、ね、はい、逆に僕はこの色、まあ、ゴルフ場行ったらすごく映えて綺麗だろうなと思ったけど、うん、バンバン売れていくとは。そうですね、あの辺の色も今までのラゲッジブランドとしてのブリーフィングとしては、うんうん、まあ、ある意味ノーだと思うんですね、まあ、そうですね、はい、この色ですね。そうですね、はい、まあ、ここのコンセプト自体が、うん、まあ、ちょっとこうリゾートをイメージした、うんうん、はい、まあ、クルーズラインっていう羽坂行きの商品っていうところのイメージだったので、うんうん、あえてこうリゾートのゴルフだったり、うん、それこそあの女性がゴルフするシーンだったり、はあ、はいはい、そういったところをこう強くイメージして今回作っているので、うんうん、あえてこうゴルフでそういうシーンに当てるんだったらこういうのもありだよねみたいな、うん、そういうところのコンセプトから作っています、うん、ただ生地なんかにしても、うん、あえてこうこの生地はちょっとこうポリエステル系の生地を使ってるんですけれども、やっぱりちょっと日焼けしやすくなるので、ナイロンだと、はい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 、そういった素材に変更したりだとか、ただこう色物にすればいいとか、うそういったのではなくて、こういう色を使うんだったらこうしなきゃみたいな、わからないこだわりっていうのは入れさせていただいてますね。なるほどね、はい、なんでそのテープだったりファスナーの色なんかも、うん、あえてこう黒にすることで、うん、まあ、若干こう男性でもモテるような色味になったりとか、 はいはいはい、その色を変えるだけで結構雰囲気が変わってくるので、あ、そうでしょうね、なるほど、そういったところは何かこう最初作る時にもかなり気にして作りました、うんうん、なるほどですね、うん、それではですね、最後にあのブリーフィングゴルフだからこそ表せるその世界観ですとか、はい、これからブリーフィングゴルフを提案していく上で何かこう思うところがあれば、はい、はい、お伺いしたいなと思うんですけど、ね、そうですね、そのウェアまで含めて、うん、トータルで提案をしていけてるので、うん、はい、よりなんかそこの一つ一つの精度を上げていきたいというか、うん、先ほど言われたようなこのフィードロック一つ、うん、パーツみたいな、そこにこう魂を込めていくみたいな、うん、なんかそれのこう集合体でありたいなみたいな、キャップ一つでもウェア一つでも、うん、そういう思いのもとにものづくりをしていきたいなっていうのはすごいありますね。なんかそれで成長していってほしいなっていうのがこのブランドへの思いですね。なるほど、はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど、今日はブリーフィングゴルフの吉田さんにブリーフィングとはっていうところのね、お話を伺いました。今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。